オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日のテーマは経済の基本、マネーストックとマネタリーベースでございます。はい、本日ですね、マネーストックとマネタリーベースの解説なんですけれども、アベノミクス、まあ今の日本の経済に一番大きく影響を与えている経済政策ですよね。アベノミクスとはですね、マネタリーベースを増やすことでマネーストックを増やそうとした政策なんですね。しかしですね、マネタリーベースは増えましたが、マネーストックは増えませんでしたということで困っているんです。知らない人は何のこっちゃということかもしれませんが、すごく大事なこの2つの違いについてですね、ぜひこれを機に分かっていただきたいんです。乱暴に言うとですね、マネタリーベースとは、日銀が供給しているお金の総量です。マネーストックとは民間人の預金の総額です。つまり今はですね、マネーストックイコール民間人の預金が増えていないということなんですね。マネーストックが増えていないということは、つまり民間人の預金が増えていないんですから景気は良くならないということなんです。今日銀の中でお金がぐる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 回っています。それではですね、実体経済に影響がないということなんですね。今の経済政策を理解するにはですね、このマネーストックとマネタリーベースは必ず理解していないといけないんですね。結構この、まあ、一応分かったような気になっていてもですね、本当にそれが経済にどういう影響を及ぼすのかというところが分かるようになるのはですね、すごく難しいです。国会議員でちゃんと分かっている人多分10人ぐらいしかいないと思います。その10人もですね、それぞれ理解が違うと思います。そのぐらい難しい問題ではあります。当然麻生副総理はほとんど分かっていないですね。私黒川もまだまだ勉強中でございます。アベノミクスではですね、このマネタリーベース、マネタリーベースをとにかく増やしたんですが、1990年には43兆円でした。2000年には68兆円でした。現在2019年末513兆円、どうですかね。バカみたいに増やしましたよね。バカみたいに増やしたんですね。でも本当は増やしたいマネーストック、民間人の預金は微増と、まあ、減ってはないですが、増えていないということなんです。この対比はですね、後半のグラフでまたご説明をさせていただきます。まずですね、このマネーストック、マネタリーベースの話の中心にありますのが、日本の中央銀行、日本銀行、略して日銀でございます。なんとなくまあ知ってはいますよね、皆さん。日銀は何をしているのかというとですね、一つにはお札を発行する銀行であると、お金を増やすことができますと、銀行の銀行でありますと、民間銀行にお金を貸したり、民間銀行が日銀にお金を預けたりする銀行の銀行であります。そして政府の銀行であります。政府も税金や保険料を日銀に預けることによってですね、業務を回しています。なんとこの日銀、上から見ると円に見えますというのがですね、まあ小ネタですが、しかしですね、建設当時1891年着工だったのですが、その時はですね、旧字の円だったのでこの感じじゃなかったんですね。まあたまたまこうなったのかという話がございます。本日のメインテーマの一つ、マネタリーベースとはですね、これは、世の中に存在する全てのお金ということなんです。まあ日本においてということですね。円のマネタリーベースですから、これはですね、日本銀行券の発行高、つまりまあお札とかですねと、貨幣流通量、
これは硬貨とかですね、それと日銀が当座預金に預けているもの、これらをですね、全部合算した、総量になります。今圧倒的に大きいのがこの日銀の当座預金の中に預けられている金額ということになります。ちょっと分かりづらいですね。マネーストックとは、民間人の預金の総額であります。マネーストック統計の、集計の範囲はですね、一般法人、個人、地方公共団体、地方公営企業、こういうものが含まれてきます。銀行が持っているお金、証券会社が持っているお金、保険会社が持っているお金などですね、金融セクターが持っているお金は含まれません。これは最終的にですね、実体経済を回している人たちがどのぐらいお金を持っているかという統計になりますので、乱暴に言うと民間人の預金の総額ということになります。民間人の預金の総額が伸びればですね、景気が、まあ、良くなっているし、これからも良くなるということなんですね。だからこのマネーストックを増やしたいんです。そのためにはですね、マネタリーベースを増やすということでですね、本来ならばマネタリーベースが増えるとマネーストックが増えるということがですね、経済学の教科書的な考え方なんです。日銀がお金を大量に発行しますと、お金が大量にありますから、それを民間銀行に積極的に、貸すとですね、その民間銀行がまた積極的にですね、一般人に融資をしたり、企業に設備投資をしてもらうためにお金を貸したりしていくわけですね。そうすると最終的に、実体経済が活性化し、好景気になりですね、このマネーストックが増えるということと同時に景気が良くなるということなんです。そうなるとですね、通常はインフレするというふうに、まあ、言われています。日銀の、そのですね、まあ、景気を良くするために日銀ができることというのがあるんですね。その日銀がやるのはですね、金融政策というものがあります。これは、日銀が中央銀行として例えば物価を安定させようとしたり、通貨の、供給量や金利などをコントロールすることによって、まあ、世の中の景気を安定させたり、景気が下がりすぎていたらそれを上げていこうということをですね、やるのが日銀の金融政策ということになります。これのまず一つ目はですね、公定歩合操作ということになります。公定歩合によってですね、市場の通貨量を、調整しますと。これは日銀が出している、まあ、政策金利というものがあります。その政策金利を、引き下げていくことによってですね、民間銀行の金利も引き下げていくと。この政策金利を上げればですね、民間銀行の金利もそれにつられて上がっていくという、そういう金利の上げ下げをコントロールしています。かつてはですね、まあ、公開歩合操作だったんですが、今は市場公開操作になっています。1994年以降はですね、それ以前は民間銀行と、日銀のこの公定歩合というのはですね、まあ、一致してなければならないと、勝手に民間銀行が金利を上げたり下げたりというのができなかったんですが、1994年に金利が自由化されました。ということでですね、この日銀の金利と民間銀行の金利は今イコールではありません。イコールではないのですが、やはり日銀が金利を下げれば民間銀行の金利も下がるし、上げれば逆に民間銀行の金利も上がるという傾向にあります。ですので、日銀は自分の金利をコントロールすることによって、日本全国の銀行の金利をコントロールしているということなんです。またですね、市場公開操作といってですね、市場から物を買ったり売ったりすることによってですね、金利を操作するということもやっています。これは日銀の公開市場操作であります。これがですね、日銀が民間銀行から債券や手形を買ったりすると。これはまあ、よく買いオペとか売りオペとか言ってますよね。これ例えばですね、日銀が買いオペをした場合、
まさにこのアベノミクスで日銀はこの買いオペをしているわけですけれども、マネタリーベースを増やしているわけです。民間銀行が持っている、債券や手形を日銀が買います。日銀が買うとですね、民間銀行に買った分お金を払うわけです。そうすると民間銀行は現金が、自分のところに来ますから、その現金を、実体経済の市場や、一般個人の事業者の方々に、融資や、何らかの金融商品を提供することによってですね、お金を流していくということができるんです。そうするとマネーストックが増えるということでですね、日銀はこの公開市場操作ということを行っています。3つ目はですね、日銀がやる金融政策、預金準備率操作というのがあります。預金準備率というのはですね、日銀に一定量の預金を銀行は預けていないといけないというふうになっています。銀行が持っている、民間銀行が持っている預金の総額の一部を、日銀に預けないといけないということなんです。この率をですね、コントロールすることによってですね、民間銀行が、貸し出しする限界を、コントロールすることができるということなんですね。今はですね、この預金準備率は、1991年の10月以降ですね、変更されていません。だいたい 2% から 0.05%、相当低いですよね。金融機関や預金の種類によって決まっています。平均的にですね、約 1% だというふうに言われます。これはつまり、日銀に 1% のお金を預けておけばですね、その日銀に預けているお金の100倍近くまでお金を貸すことができるということなんです。こういうルールになっていますので、この預金準備率をですね、例えば 10% に上げるとですね、銀行が貸し出せる金額が減るということなんです。この預金準備率を操作することによってもですね、日銀は市場のお金を増やしたり減らしたりすることができます。しかし最近この預金準備率というのは変わっておりません。日銀が最近やってきたのがですね、このアベノミクスがやったマネタリーベースを増加させていくということをやりました。このグラフにありますように、下の青い棒がですね、マネタリーベースですね。アベノミクスによってこのマネタリーベースはものすごくぐーっと増えました。しかしですね、その上の赤い線ですね、マネーストック、このマネーストックはほぼ一定の量増えています。微増しておりますが、本当はマネタリーベースを上げたので、もっとマネーストックが大きく増えてほしかったんですが、実際にそうはなっていないということなんです。つまりアベノミクスの金融緩和の政策的な効果はあまり上がっていないと、残念ながら。そういうことなんですね。だから景気が悪いんです。アベノミクスは異次元の金融緩和というのをやりました。マネタリーベースを一気に増やし、インフレを起こしてですね、世の中を良くしようと言いました。だから 2% のインフレとかインフレターゲットとか、報道でもよく出てきたと思います。デフレを脱却するんだということでですね、アベノミクスはこのマネタリーベースを増やしてきたんですが、残念ながらマネーストックは増えませんでした。しかしですね、金融緩和をすると基本的には金利は下がっていきます。下がっていくということで、金利はものすごく低くなっています。金利だけ下がってですね、実体経済が好景気になっていない、不況なんですから、今銀行が経営ができなくなっています。銀行は金利を設けることによってですね、利益を上げていくんですが、日銀が金利を下げるということは民間銀行の金利もそれにつられて下がりましたので、民間銀行の利益が上がらないという状況になって、このチャンネルでもずっと言っています、地銀なんかはすでに実質的な倒産が始まっています。今後もこの低金利状況がずっと続くのであれば、銀行は倒産していく、行かざるを得ない状況にあります。うまくいっていないということなんですね。
しかしアベノミクスで株価とかは上がったんですね。株価は上がったからなんか株が高いって言って自民党の政権の人気が上がったりした。まあ政権の人気を上げるためになんとか株だけ上げようとしたというですね、まあ横島な理由があるんですけれども、この株が上がってですね、一部の株式投資をしているような人たちはですね、お金が儲かったんですが、残念ながら実体経済は、好景気になっていませんので、一般の労働者の人たち、普通の働く人たちは、給与がまだ下がっているということで、生活が苦しいんですね。またですね、金利をどん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 下げてですね、なんとゼロを超えてマイナス金利にしてしまいましたということもやっています。これも日銀は金利をコントロールすることができますので、それがどんどん下げてゼロを超えてですね、今マイナスになってしまいましたということなんです。これ冷静に考えたら変なんですよね。皆さんが銀行にお金を預けたら利子をくれるんじゃなくてお金をむしり取られるということなんですね。マイナス金利というのは、これは皆さんは今マイナス金利にまだなっていません。日銀と民間銀行の、当座預金へのやり取りに関して日銀に民間銀行が預けているお金に金利がマイナスでかかっている、つまり預けている分手数料を取られてしまうということなんです。そうすればですね、本来は、日銀にお金を預けていたらまずいので、民間銀行は他のことにお金を使おうとするのでですね、融資が増えて景気が良くなるというロジックなんですが、実際そうはなっていないんですね。なので、マイナス金利の結果ですね、インフレは起こらず、経済はうまくいかず、金利が下がっているので銀行は収益悪化、預金を持っている人は、金利がもらえず、まあ、困っていると。ただですね、住宅ローンの金利はものすごく下がっていますので、住宅ローンを、借りている人たちはメリットがあるということです。なぜですね、マネタリーベースを増やしたのに景気がうまくいかないのかということに関してですね、経済学の用語でですね、流動性の罠というのがですね、これ結構有名なトピックなのでぜひご理解いただいたらと思うんですが、これは本来はですね、冒頭から言ってますようにマネタリーベースを増やせばマネーストックが増えなければならないんですが、ここに問題がありまして、金利が低ければそれが起こらないということなんです。これはですね、金利が低すぎるということはですね、将来にみんな不安があるということで、お金を何かに投資しようという気がなくなってしまって、投資がうまくいかない、融資を誰もしない、そうすると実体経済も回らないということになっています。なのでこの金利が下がりすぎることによってですね、金融政策がうまくいかなくなるということがですね、これは理論的な経済学の分析からもですね、そういうことが数学的にも起こるというふうに言われています。実際に日本はそれが起こっていると思われます。この流動性の罠なんですが、これはですね、金利が低すぎるとですね、例えば債券、まあ債券とか投資というのはですね、金利のリターンを得たいがためにやるんですが、金利が低すぎるということはですね、いくら金利が低くてもですね、投資をすると必ずリスクがあるんですね。リスクはあるのにリターン、金利がないということはですね、じゃあ投資や融資をする人たちはですね、投資や融資をやめて現金で持っておこうということになってしまうということで、金利がものすごく低い状況においては、いかに金融政策をやってもですね、融資にお金が回らないということなんです。今起こっているのは、いくら政府が金融緩和しても実体経済にお金が回っていないと、つまり景気が回復しないという状況に陥っています。これは過去にですね、世界恐慌の時に、アメリカでこのような事態があったということが言われています。1920年頃にですね、アメリカは流動性の罠にはまったと、その時にですね、経済を、まあ、回復させたのが、いわゆるケインズ経済政策でした。いわゆるニューディール政策と言われるですね、公共事業を無理やりやってですね、それで景気を回復させようということをやりました。これは一定の成功をしたんですね。日本は今流動性の罠にはまっているというふうに
多くの経済学者が言っています。実際そうじゃないかと僕も思います。金利は下げてもですね、インフレは起こらないし、長いデフレが続いて、金融政策をやってもですね、この金融政策、例えばマネタリーベースを増やしたりしてもですね、世の中何も良くならなかったということなんです。じゃあどうするんですかというとですね、教科書的にはですね、金融政策がダメなら財政政策だということになっています。これは正しいと思います。つまり政府が予算を組んでですね、市場に直接資金を投入しなければならないと、あのニューディール政策の時のようにですね、民間がお金を使えないんであれば政府がダムでも作って、雇用とか経済を回そうというのがですね、ニューディール政策だったんですが、これはいわゆるケインズ経済政策と言われるものです。これ分かってない方はですね、過去動画に、ケインズ経済政策と自由主義という、動画もありますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。そしてですね、この財政政策、財政出動とも言いますが、財政出動すべきだという論がですね、今経済政策の分野の中でものすごく盛り上がっています。その、まあ、最近で流行っているのはですね、MMT 現代貨幣理論と言われるようなものですが、これに関して、まあ、賛否が巻き起こっているというのはですね、今までも何度かご紹介したんですが、例えば今日はご紹介したいのは MMT とクルーグマン、まあ、有名なノーベル経済学賞を受賞した経済学者の方でございますが、実はこの MMT もの人たちもクルーグマンも、両者ともですね、財政出動しろと言ってるんですね。そこまではね、同じなんですね。しかし MMT 論者の人たちは赤字を増やしても財政出動しましょうと、今デフレなんだからインフレにはならないよというふうに言っているんですが、これに対してはクルーグマンはものすごく厳しい批判をしてまして、彼は、財政赤字の拡大は良くないんだと、金利の上昇を生むぞということを言っています。なんとなく皆さんも財政赤字は良くない、まあ、普通に考えると赤字が良くないというのは、まあ、多くの人が思うと思うんですが、このあたりがですね、今激論になっていまして、MMT 論から言うとですね、まあ、日本で言うともう多少赤字を増やしても大丈夫と、そういう論が出ていると、まあ、でもそのもう多少というのがですね、まあ、正直よくわからないんですね。だから賛否両論があるということなんです。MMT 論者の方はですね、まあ、今まで、例えば日本なんかはいい例だと、今まで金利上昇してないんだから赤字を増やしても大丈夫と言うと、しかし、まあ、ここは僕の私見なんですが、これ今まであまり今までというのはですね、あまり関係がないかなと思います。なぜならばですね、今、まあ、ドルの支配者である FRB ですらですね、打つ手がないような事態にあるということなんです。つまり人類史上ないですね、異常事態になっているということでですね、本質的に誰にも未来はわからない状況にあるんです。なので過去が大丈夫だったから大丈夫ということはですね、それではですね、やはり、理論的に弱いということで、賛否が結局どちら側も消えないという状況になってしまっています。私黒川もですね、まあ、どちらかというと MMT 的な政策に関しては、慎重だと何度も何度も言っています。ただ、一定は理解をしておりますというのも何度も言っています。本当はですね、まともな MMT の論者の人とですね、ゆっくり話がしたいなと思っております。しかしですね、まあ、多くの MMT 論者の方がですね、私たちが正しい、クルーグマンとか財務省が間違っている、ステファニー・ケルトン最高みたいなですね、なんかですね、あまり話を聞いてくれなそうだなというふうに思うんですね。僕はやっぱいろんな意見の人がですね、じっくり話し合う必要があると思うんですね。クルーグマンもやっぱノーベル賞経済学賞を受賞している、まあ、素晴らしい経済学者なわけですし、彼が言っていることも一理あるんですね。クルーグマンだけじゃなく、いろんな人がそれぞれ言っていることは一理あるんです。そして何より今人類が差し掛かったことのない事態に陥っているわけですから、
過去こうだったからということだけではですね、もう議論できないところまで来ています。だからいろんな意見の人がですね、じっくり話し合って、どういう選択肢を選ぶかということをですね、経済に疎い人たちにももっと分かりやすく伝えてやっていかないといけないというふうに思うんですね。でもですね、今起こってるのはですね、なんかまるで左翼の内ゲバみたいだなと思います。もっと多くの人にですね、経済を分かってもらう必要があるのに、なんか財政出動しようとかっていうところは結構一致している人が多いのに、いやなんか俺はここの部分があいつと違うとかというところでですね、なんかまあお互い話も聞かないみたいな雰囲気になり始めています。これをなんとか打開すべきだなというふうに思います。私黒川敦彦はですね、赤字を増やして国債を増発するのではなくですね、金融資産課税を財源として財政出動すべきということをですね、何度も何度も訴えています。しかも公務員の既得権益をこれ以上絶対に増やすべきではないというふうに思っていますので、財政出動は直接ベーシックインカムにして直接国民に配り、必要なものは国民の皆さんに選んでもらうべきだというふうに、訴えております。公共事業もですね、別になんか減らせとは言っていないんですが、これ以上今の、既得権益まみれの官僚たちにですね、予算増額をし、配分をさせるのはですね、これはもう完全に間違っています。官僚制度を刷新していかないといけない、行政改革は必要だというのはですね、これは僕たちは真実だと思って訴えていることです。なのでですね、先ほど言ったクルーグマンとか MMT の皆さんとは、割と僕は今のところスタンスが違います。金融資産課税ってあまり言ってる人がいなくてですね、僕はインフレ政策、MMT のような強制インフレ政策よりはですね、副作用が少ないと思うので、金融資産課税を優先的に検討すべきだというふうに訴えています。しかしですね、財政出動すべきという点においてはですね、今一致している人たちが多いと思うんです。そのあたりでですね、激論をしながらも大きな世論を作っていけたらというふうに思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。オリーブの木では今、動画制作スタッフの募集、学生インターンの募集、選挙に立候補してくれる候補者の公募を行っています。動画の最後に画像で案内を入れています。コメント欄の一番上にも記載していますので、ご確認の上ぜひ応募ください。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。